おはようございます。上野さん。はい。おはようございます。寝てました。違うよ、精神統一してね。ああ、すいません、すいません。集中せなあかん、ね。この前の試合見たんですけど、ホームラン2本すごくないですか。ああ、ありがとうございます。どうしたの、ほんで。で、ちょっと僕最近バッティングで悩んでて。おお。いやいや、ルイ君はあれやんか。強打のキャッチャーやねんから、お前バッティングで悩んであかんやん。いや、最近ちょっと打てなくて困ってるんですよね。そうなんや、バッティング何で悩んでんの、はい、センターから逆方向に打球飛ばなくて、うん、で困ってます。あ、そうなんや、はい、なるほどな、センターから逆方向飛ばへんねや。はい、そうか、じゃあ俺に任しとけ。お願いします。はい、ということでですね、センターから逆方向に飛ばないと、はい、いうことですね。もう原則として引っ張った方が多分打球は飛ぶと思うねんけど、センターから逆方向にもしっかりと、まあ、飛ばさないとやっぱり率も残らないと思うし、なので今日はセンターから逆方向にしっかりと飛ぶ打球打てるような、そんな打法を教えたいなと思います。お願いします。名付けてですね、ガスロケット法です。ルイ君、ロケットわかる？はい、わかります。ロケット飛び立つ時にさ、シューっていって切り離してもう一回ジョーっていくやん。はい、2段階になってる、はい、あれね、バッティングにもそれを活かせちゃうかなと思って、僕は実際活かしてるんですよ。はい、どういうことかっていうと説明しますね。お願いします。バッティングって普通こう流れの中で振るでしょ、はい、流れの中で、それを2段階に分けてやんねんけど、まず1段階目はここまで、ここで止める。ここで何をするかっていうと、ボールをバンって捕まえに行く。よくバッティングでどっかを捕まえに行くとかっていう話で、手の甲をぶつけてバンってボールに向かっていく人であったりとか、グリップのこの下をバンってぶつける人であったりとか、感覚はそれぞれやねんけど、僕の場合はこの右の股関節ぐらいのところに手がニョキッと生えてるようなイメージ。股関節、そう、ここにニョキッと生えてるようなイメージで、前から来るボールをバンって掴みに行く感じ、はい、感覚としてはそんな感じなのね、はい、なので第一段階目はニョキバン、そんなイメージです。わかりました。このポイントとしては手で行かない、はい、あくまで下半身でしっかりとぶつけに行く、はい、オッケー、はい、これが1段階目やねんけども、2段階目は掴んだ後に、これが2段階です。そう、はい。ここまでボールを持ってきて、はい、そして切り離しよね、ロケットで言うと、はい。なるほど。これを一連の流れでやっていくっていう感じやな。なるほど、なるほど。そうすると力がバンバンと2段階あるんで、はい、センター方向から逆方向に飛ぶという感じですね。はい、で、よく逆方向とか打つときに押し込むとかっていう話が、あると思うな、はい、まさしく僕はセンターから逆方向にバッと持ってきて押し込んでるようなイメージ。で、ルイ君、はい、センターから逆方向に強い打球を打てる練習法があるんですけども、やってみますか。ぜひお願いします。わかりました、やってみましょう。はい、ということで練習法を紹介しますね、はい、まずですね、ここに来ていただいて、はい、バットとか何もなくていけます、はい、で、僕がやるんで手をここに置いといてください、はい、手の位置はバッター側の、まあ、右の股関節ぐらいですね、まあ、そこにこうセットしていただくっていう感じなんですけど、これを楽に持っていただいて、下でパン、下でパン、それを1、2、3、4、5、これが第1段階目です。2段階目を加えたやつになると、しっかりとここまで下半身で誘導してあげて、ここで持ってきてパン、この辺ですね、下でしっかりグンと持ってきてパン、そんな感じのイメージ。注意するポイントなんですけど、第1段階目の下でガンと持ってきた時に、足
がバンって回り切ってしまうと2段階目がいかないので、ここまで持ってくるときに、まあ、半分ぐらいのその回転ですね、足がグッとなるような感じ、そっから2段階目やるときにもう一回ガン、そういうイメージでやっていただくっていうことですね。ほなルイ君もやってみましょうか。はい、はい、ありがとうございます、はい、今のだと手をやってしまってるんで、はい、まあ、ロボットダンスじゃないですけど腰がこっち向けば手もついてくるようなイメージで、はい、しっかりと腰と足と手を連動させて動かす、はい、これだ、OK、はい、OK、これが第一段階目やな、はい、でその流れでここまで持ってきたら俺の手をグーンと押し込んでもらう、はい、2段階目ですね、はい、ストップ、いい形ですね、そっから押し込んで、いい感じ。その時に最後の2段階目の時にセンターから逆方向にバンってバンって押し込むようなイメージを持ってもらってやってもらうと、はい、これが一番いいかなと思います、はい、はい、ということで、道具を何も使わずにしっかりとセンターから逆方向に打球を強く飛ばす方法でした。はい、ルイ君どうでしたか、はい、今日は今日ちょっとやってみて腰とその腕とかの連動性だったり、上野さんやってる2段階の感覚がちょっと分かってきたんで、次の試合で試してみたいと思います。ぜひセンターから逆方向の打球を期待してますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ皆さんもセンターから逆方向にちょっと打球飛ばないなと思った時に思い出していただいて、ジャスロケット打法をやっていただければなと思ってます。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またジャスティス上野アカデミー開講中です。野球がうまくなりたい少年少女の皆様、動画概要欄からお問い合わせください。大人の方も OK です。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。